ルルちゃんはこれはもうマブいやでもこれさ、友達の表現が被ってないの結構すごくない？ルルちゃんから私はちょっとマジで名取が割り送ってるごめん、もう右下には誰も呼ばないからごめん、名取名取が椎名さんの矢印の時からもう怪しかったけど、名取の周りだけ電線がめちゃくちゃ絡まってるみたいになってる。すまねえ名取、お前唯一無二だからよ。マグマサウナに行こうよみたいなのを誘ってくれるんだよな。あのなんか普通のサウナじゃなくてマグマ、溶岩に寝っ転がるタイプのサウナがあるのをご存知ですか皆さん。あの普通のサウナと違ってめちゃくちゃ熱くなるんですけどちなみに普通のサウナもあんまり得意じゃなくて全然持たないんですけど、マグマサウナ、ま、もう一緒に行ったこと実はあるんですけどちょっと死にかけたね人と一緒に、あ、個室サウナなので他の人に迷惑をかけとるということはないんですが、あの友人とサウナに行くっていう人を教えてほしいんだけど、サウナって会話する？結構ルル鈴原さ、あのマグマに熱されてる極限状態でも普通におしゃべりができるタイプで、あの私息すると肺に熱い呼吸が入ってきて死んじゃうかなっていう感じだったんですけど、やっぱりちょっと体の作りが肺が焼かれて、これ多分普通に空気中の温度もすごい温度になってるような、これ気管をこの空気通ったら普通に人体に影響が出たりしないのかなっていうあのだいぶ地面に近い位置、その熱されてる熱源から遠い位置にいるんで見たまんまの温度は出てないと思うんだけど、何度だったかなと思うんですけど、まあ燃えてますねえでも全然変わりなく元気です。うん、マブ、ただしちょっと肺が燃えるみたいないやでも普段自分では行かないからめちゃくちゃデトックスになっていい感じではあるなすごいよね、出てくるエピソードがこういうエピソード。普通に全然ご飯だけ行くときとかもあるんですけど、最近のあのルルちゃんのエピソードだとマグマサウナです。